習近平とプーチンの独裁化でこれから起きる悲惨なシナリオ独裁色を強めるロシア中国プーチンのロシア習近平の中国がますます独裁の傾向を強めている緊密に結びつくグローバル世界にこういう癌細胞のように異質なメカニズムが広がるのは誘導すべきことだ独裁体制とはどういうものなのか 独裁体制にはどんなまずい点があるか、歴史を紐解き、独裁についておさらいをしてみよう。ナチス、ドイツはどんな独裁政権だったか、第一次世界大戦で敗れたドイツは、議会制民主主義の憲法を持った共和国となった、ワイマール共和国と呼ばれる、ナチス、国家社会主義ドイツ労働者党、が総選挙で第一党となり、党首のヒトラーが首相に就任した、 最初にやったことは、国会議事堂に火をつけて共産主義者のせいにし、非合法化したことだった。一夜にして、共産主義の勢力は一晶された。戦後のドイツは混乱を極め、右翼のナチスと左翼の社会民主党、ドイツの共産党のこと、が活発に活動していた、共産主義革命が起こるかも、と思った人々が多かった。ナチスを支持したのは、どういう人々か、 第一に資本家、財界だった、ナチスは問題があるが、共産主義になったら大変だ。だからナチスを支持しよう。第二に、高級生活の中産階級だった、インフレ化で、日払いのブルーカラーは物価につれて賃金も上がるのでまだ何とかなる、月給が決まっているほわ。糸カラーは、絶望に苦しみ、強力なリーダーを待望するのだ。殺害、粛清、監視、 ドイツの議会は、全権委任法を可決する、すべての権限を無期限で、ヒトラーに委ねる決定だ。この結果、民主主義の憲法は憲法のままで、憲法でなくなった、憲法に違反する法律を制定すれば、憲法は死んでしまうのだ。ナチスは、ごろつきやならず者の集団、突撃隊、に支えられて、勢力を伸ばした、他に親衛隊もあった。 政権を取ってからは警察を兼ね、武装して軍隊のようになった突撃隊が邪魔になると幹部を殺害して粛清し、解散させたユダヤ人落殺のような汚い仕事を担当したのが、親衛隊であるナチスの独裁政権を倒す可能性があったのは国軍だけだった。実際、国軍の有志グループがヒトラー暗殺を実行して失敗している国軍を監視するのは 秘密警察の役割である独裁体制の本質と問題点。スターリニズムはどんな独裁政権だったのか。ソ連共産党、ボルシェビキはプロレタリア独裁を掲げる。すべての権力は共産党に集中する。共産党の権力は党中央に集中する。党中央とは数名の幹部のことだが、実際にはスターリン個人が権力を独占していた。 共産党の組織原則は民主集中性である民主とあるのは飾りで集中が本体である上部の決定が下れば下部はそれに従う議論したり別な考えを述べたりしてはならないグループを作ってもいけない文化活動上位かたつのピラミッド型の組織民主主義とはおよそ政府反対の原理でできている共産党は 革命のための組織で、いざとなれば武装闘争をするのだから、これで良いのだ。ソ連共産党は、権力の奪取、革命、に成功した、反革命を進退しなければならない、反革命を起こすとすれば、赤軍である、赤軍は警戒の対象だ。赤軍には、ロシア帝国の軍隊から寝返った軍人も多かったからだ。赤軍の司令官は全員、 共産党の政治委員とペアになることになった政治委員の副所がなければ作戦命令は実行できなかった赤軍の反乱を防止する仕組みである政治委員の仕組みは中国の人民解放軍でも採用されている秘密警察の恐ろしさ赤軍を監視するのがとも三党だとすると共産党を監視するのが秘密警察である秘密警察は 通常の警察と違っている。通常の警察は、裁判所の令状に基づいて容疑者を逮捕し、取り調べ、証拠を集めて送検する。検察官は容疑者を起訴して、裁判で有罪を立証する。秘密警察は、こんなことはしない。令状なしで勝手に逮捕し、のびのびと取り調べをし、拷問を加え、しばしば容疑者を殺害する。葬儀も墓もなく、 事件はなかったことになってしまう。スターリンは権力を保つため、粛清を繰り返した。その主役は秘密警察だ。秘密警察はこうして大きな権力を手にする。では秘密警察をコントロールするにはどうしたらよいか。ハンナ、アレント、全体主義の起源は、その手口を明らかにしている。秘密警察をいくつも作るのだ。秘密警察 A、B、 C を作ったとする。秘密警察 A は秘密警察 B を監視し、秘密警察 B は秘密警察 C を監視し、秘密警察 C は秘密警察 A を監視する。監視した結果は別々に、党中央に報告させる。そうすればどの秘密警察も、好きな時に粛清できる。実際そうやって、今度はこの秘密警察にあの秘密警察を粛清させる、を順番に繰り返したという。 軍人も、共産党員も、秘密警察の職員も、大量に粛清された、空いたポストに大勢が昇進した、密告が奨励された、密告されれば粛清される、次は自分の番かも、と怯えて過ごす、何が正しいかを決めるのは党中央だ。金縛りで思考停止に陥るのが、スターリニズム、なのである、異様なシステムの解体、は難しい、ナチズム、 スターリニズムのような全体主義では法律はあってないようなものだ。独裁権力は法律に従わない。法律は人々を守ってくれない。人権や自由や人間の基本的な条件が脅かされる。こうしたようなシステムが一旦登場すると、それを内側から解体するのは至難の技である。戦争によって外科手術のようにして取り除くしかない。ナチズムの場合は、 実際に戦争になった、スターリニズムの場合には、核兵器があったので、戦争できなかった。そこで、戦争一歩手前の状態の睨み合い、我慢比べになった、冷戦である、半世紀近くかかって、ソ連は内側から解体して行った、プー・チンは、スターリニズムの最大なのだろうか、習近平の政権は、全体主義に向かうのだろうか、 この答えがどちらであるかによって、21世紀の道筋が大きく異なってくる。